皆様こんにちは。今回は、最近ねダイソーでめちゃくちゃお買い物したので購入品を紹介したいと思います。はい、でこのメイクはねちょっとちゃんと撮ったんですけど、リップがこの間イベントで、プレゼントしてくださったリンメルラスティングフィニッシュクリーミーリップの14番です。はい、では早速紹介していきたいと思います。これね純不動でいきます。結構ねあるので、では早速1個目、じゃじゃじゃん、 A4 のツーリングファイルです。リングがね2個だけのやつと、あとそれにね貼ろうと思ってるこうクリアポケットを買いました。これも A4 のものなんですけど、ここに貼ろうかなと思って買いました。まあなんでこれを買ったかっていうと、私動画でちらっと言ったことあるかな、あの雑誌の切り抜きとかをあの無地のルーズリーフにこうコラージュみたいな感じで貼ってっていうのがすごい好きで、私だけのこう雑誌みたいなのを作ってて、すごいもうパンパンになってきたので、ちょっと新しく買いました。で前まではいっぱいこうあるやつでを買ってたんですけど、それもダイソーでなんかねすごい突っかかっちゃうんですよ、いっぱい入ると。でここもガチャってちゃんと閉まんなくって、こうルーズリーフのその穴が切れちゃうみたいな感じになったので、もう2つでいいやと思って2個にしました。で私結構こう切り抜く、昔の雑誌とかもこう買って切り抜いたりしてて、で後で貼ろうっていう感じでこういろいろ季節とかも色とかも合わせたいので、だからそれでなくさないようにここのファイルに貼っちゃえばなくさないかなと思って、この2つを購入しました。あとこれじゃじゃじゃん、エプロン、200円のエプロンで、すごい可愛いなと思って買いました。あんまりエプロンとかもしなかったんですよまあ適当でいいやみたいな感じだったんですけど、そうするとね濡れるじゃないですか、洗い物をしてたりすると。だからまあ本当に必要なんだなっていうのに気づいてやっとエプロンを買いました。超可愛いと思って、このナチュラルな感じ、そうこれを購入しました。あとこれクリスマスツリーを買いました。まあねそんな大きいツリーはいらないかなと思って、そしたらすごいこれかわいいと思って、これなんか試し用電池が入ってるらしいんですけど、わーついたー、かわいい、めっちゃかわいくないですか、なんかさりげなくってかわいいと思って、そうこれをね、そうここに置きたかったここに置きます。そしてあとは、あこれもねアルファベット置物ってやつで、こうクリスマスっていう置物なんですけど、これもここに置きたくって買いました。これ200円です。もうねすっごいこうクリスマスグッズがあの多くてびっくり、ここに置きましたクリスマスはい、ちょっとさりげないねクリスマス装飾を探してたので買いました。あとは、あ、そうそうそう、これシンクにペタッと穴開きゴミ箱ってやつ、なんかねここをこんな感じでペタッとシンクにくっつけられて生ゴミをそのまま捨てられるみたいな感じで、で私今まで本当にもう普通のちっちゃい袋をこう開けて置いとくだけで、でもすぐ縛って捨てるみたいな感じだったんですけど、やっぱ下に置くと濡れるんですよね普通に考えてそうだからこれだったらめっちゃいいなと思ってこれも購入しました。とあとこれナイトパック手袋刺繍入りってやつを買いました。私もうね日焼けしてるっていうこともあってね、結構手がねこうシワシワしてるんですよそうでそれ嫌だなと思って、あのもう私だけだったら別にいいんですけど、こうやっぱね皆さんまた会うお会いする機会とかがねイベントであったので、やっぱね手綺麗にしたいなと思ってこれを購入しました。でこれのいいところがあのあれがついてるんですよ、タッチパネル操作のやつ、あの手袋とかについてるやつ、ここだけめっちゃいいじゃんと思ってこれを買いました。しかもねリラックスタイムって刺繍も入ってて超可愛いので、これを買ってきました。これでね手のケアを頑張りたいと思います。とあとこれマスク、
これ普通のサイズ買ったんですけど、やっぱりね、大きい。ちっちゃいサイズを使ってたんですけど、ダイソーのだとね、ここがすっごい痛くって、それが嫌だったのでこれにしたんですけど、やっぱり大きくって、やっぱ痛いの我慢するしかないのかなって思いました。だけどこれを、まあ、使います。風対策で。で、あとこれ、超可愛いミッキーのね、手帳を買いました。これはまあ手帳としては使うんじゃなくって、私はあの、家計簿じゃないけど、どれだけ使ったかっていうのを書くノートが欲しかったので、これ本当にこう、マスも大きいし、それしかないんですよ。逆にこう日記とか書く場所があんまなくって、そういう機能いらないなと思ってたので、この家計簿的なものには。そう、だからこれを買いました。赤、私やっぱ赤が好きなので、すぐね、これを買ったので、なんかもう家計簿とか何回もやったことあるんですけど、全然続かないし、私にはもう不向きだったんですよ。もう家いくら、何に使ったか忘れちゃったよとか、あのレシート貼るのは貼らないで捨てちゃったとか、なんか習慣になる前にダメになっちゃったので、なので本当にこうこの日コスメいくらとかだけでもこう書いといて、ちょっとあのちゃんとしようかなみたいなちゃんとしようかなっていうか、そうちょっとやってみようかなと思ってこの可愛いのにしました。はい。そして次これもね、あの同じく手と同じく足もちょっと保湿させないとと思って、つるすべかかと保湿サポーターっていうものを買いました。つま先は出てるんですけど、あの靴下みたいに履いて保湿するみたいな、もう本当にこう私大好きなワセリンのボディクリームとかもベタベタに塗って、これを履いたらもう完璧なんじゃないかなと思ってこれを買いました。もう保湿を心がけたいけど、ベタベタのまま私布団に入るのがすっごい嫌いで、だからこういうものをちょっと買ってきました。あとはワンプッシュウェットシートの蓋と、あとねこれこれウェットシートケースだ。市販のウェットシートを取り付けるだけって書いてあるんですけど、ここがねチャックになってて、あのインスタで見たんですけど、これをねマスクケースにしてる方がいたんですよ。そう、こういう感じでつけて開けてマスクをピューって取れるみたいな感じ、めちゃくちゃいいじゃんと思ってやっぱ私こういう大容量のを買うので、こうね持ち歩こうと思っても直入れかこういう袋に入れるんですけど、なんかねあのぐしゃぐしゃになっちゃうなと思って、だからこれをやってる方がいて、すごいいいじゃんと思ってこれを買ってみました。もう今ね電車とか乗るとやっぱり風邪菌が怖いじゃないですか、だから帰りだけつけようとか思う時にこのケースすごい欲しいと思って私も真似して購入しました。はい。そしてユアグラムの新作も買ってみました。リキッドアイシャドウ2色買いました。 BR1 番と BR2 番、これね綺麗そうと思って購入してみました。なんかピンク系とかもあったんですけど、多分ね使わないかなと思って、まず BR1 番塗ってみよう。ふぅ、綺麗。ちょっとよれたりするのが怖いですけど、リキッド系は。でもね、色はめっちゃ綺麗です。わお力入れなくても全然スルスルいけます。ただね、ちょっとミスっぽいので、乾かすのに時間がかかるかも。こう、なじませると結構、動く感じなので。乾かすのが大事かなと思います。なのでちょっと今触らないで待ってみます。あとはこちら、じゃじゃーん、これね超いいんですよ。あのバッグのハンガーで、しかもミッキーが出てて可愛いと思って、これまあ、こんな感じで使うんですけど、ここがねミッキーの頭の部分で、ここミッキーの頭をつけるとこうハンガーになるんですね。だからもうどこでもバッグ置きになるっていう感じで、4キロまで耐えられて、私これマネージャーさんに一回ミッキーじゃないんですけど借りたことがあって感動してたら、ダイソーにミッキーが売ってたので
買いました。これをね持ち歩いてもうどこでも使いたいと思います。そしてこちらずれにくい食器棚シートを買いました。私食器棚がこうキッチンにくっついてるっていうか、まあ私がそうやって収納してるんですけど、でねその食器棚シートが柴犬なんですよ。大好きな柴犬、もうこれはね買うしかないと思う。これを買っちゃいました。かわいいかわいい、そうこれを買いました。そしてあとはね花瓶とかを買ったんですよ。イベント用にドライフラワーをね何個か買って、でまあイベント終わったら自宅に飾ろうと思ってこういうね花瓶を買ってきました。めっちゃ大きいんですけど、大きいねドライフラワーがあるので、そうこれを使って飾りたいと思います。であとはまあ親戚とねクリスマスパーティーをやりたいのでこの帽子を買いました。私のじゃないんですけど帽子を買いましたちょっとリッチにふわふわの方を買いました。なんかね今フェルトタイプだと2個で100円なんですけど、ちょっとふわふわでちょっとリッチなやつを買いましたっていう感じです。最近はねこうユアグラムの新作とかこうコスメとか動画で紹介したいなって思うものを見に行ったりすることが多かったんですけど、こう便利グッズとかねゆっくり見るともうこんなのあるのみたいな感じですんごいもう欲しいものいっぱいになっちゃっていっぱい買ってきました。で今本当にクリスマスのねものが可愛いのでね、ちょっとねこの部屋もクリスマス仕様に徐々に可愛くしていこうかなと思います。はい、もしねダイソーの便利グッズとかキャンセリアとかの便利グッズこれ本当いいよとかいうものがあれば教えてください。はい、ではダイソーの購入品でした。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。そうちょっと動画をね消しちゃったんですけど、まあこれ NG になるかと思うんですけど、ここ乾くの待ってたんですよ。そしたらね乾いたらすごいピタッとくっついて動かない。すごくないですかこれ。すっかり忘れてましたけどすごいですそうすごいこれおすすめです。メイクでもね使うの楽しみです